離婚したんだよね。そう。なんかさ、アメリカって離婚に対しておめでとうっていうセレブレーションするの。なんで？新しい人生が始まるから。はあ、そう。だからネガティブってよりもポジティブなの。ポジティブなの。ああそうだよ。ポジティブに生きないとダメなのね。そうだよ。おめでとう。ありがとう。新しい人生を歩み始めたタカさんにローラからアメリカ式の祝福が。買い物と祝福を済ませ次なる場所へ。よかったよかった。そうだよ、これがタカちゃんのだよ。うわうわうわ、このボトルどうぞ。ありがとう、いただいちゃった、ローラに。エレアお土産だよ。ありがとうございます。ローラさん、じゃこれ買ってこの後どうされます？この後美味しいランチ食べに行く。美味しいランチを食べに行く。どこに？ここの近くなんだけど、全部オーガニックで体にも心にも優しい場所なの。だから行こう。オーガニック。久々にロスの街を歩いてその魅力を再確認するタカさん。さらにロス暮らしを実感するためローラ行きつけのカフェへ。場所はダウンタウンエリアのアートディストリクトにあるカフェグラティテュード。こちらはビーガンカフェとして知られ現地でも大人気。動物性食品を一切使っていない体に優しい料理が楽しめるローラお気に入りのお店。どういう気分今日は？もうしっかり食べるとかして。そう、カレー系かお野菜系か。そう、カレー系もあるよ。それはおすすめ、ララの。あ、そう。あ、じゃあカレー行きますか。わかった。He wants to order, I'm humble. Okay, yes? You are humble. So you have the option to choose either quinoa, brown rice, or a mix of both. Quinoa とブラウンライス選べるんだけど、ミックスも選べるよって。あ、じゃあミックスしてみる。ね。Yes, mix. Mix of both. Okay, perfect. I'm whole. And you are whole. Mm-hmm. Okay. Would you like anything to drink?なんかスパークリングワインのがいい。あ、Do you have a sparkling wine? We do. We have sparkling wine and sparkling rosé. I recommend the rosé because it's on the drier side. じゃあロゼ行きますか。じゃあ。せっかくだから。Rosé. I want the red but not sparkling. Oh, just a yeah. We only have a regular one. Thank you. Yeah, totally. すごい、もうローラもペラ。Thank you. まだ勉強中だけど。ここはウィル・スミスさんの家族とかもすごい好きでたまにさらっと来たりするよ、子供たちとかが。そう。缶に入ってる。そうなの。缶なんですよ。そう。普通のボトルに入ってこうサーブするのかなと思ったら。そうなの。今缶が流行ってるの。ボトルって1本頼むとかなるでしょ、でも缶だったらさ1人そうそうそうだけで飲む量、ちょうどボトルの3分の1の量だって。だからちょうど缶1杯でちょうど良かったです。おう、はい、じゃあ乾杯。乾杯。昼間から乾杯。でもちゃんとしてますよ。ちゃんとシュワシュワしてる。ここでロスに住んで7年のローラに普段の食生活を聞いてみると。毎日だから外食っていうわけじゃないんですか？基本的には自炊してるお家で、土鍋でご飯を炊いて玄米を結構炊くことが多くて、であとはお味噌汁と、おかずとあと塩麹と醤油麹が好きでそれをいつも作っておいてそれで漬け込んだりとかしたり。お肉とか？うん、今はねお肉は食べてなくてお魚とあとお野菜多め。お味噌とかどうしてる？お味噌も今まではオーガニックのお味噌を買ったりしてたけどちょうど1年半ぐらい前に自分で作った味噌を今漬け込んでる。すげえ、すごい。お味噌までよく言う手前味噌ってやつですけど
お味噌もじゃあ自分で、うん、手作り味噌今作ってる。あ、もう多分次は醤油を作るじゃないの。醤油も作りたいの。そう、あ、来たよ。 Thank you。 美味しそう。これは何、私今マクロビオティックを勉強していて、あの全部あの植物性なんだけど、わかめでしょ、でこれがほうれん草、ケールかな、でこれがキャベツの発酵したもので、ナッツ、ブラウンライスで、下にブラックビーンズっていう黒豆が入ってるの、たっぷり。これもそう、これはマクロじゃないけど全部ビーガンで、あのカレー、ここの下にこのカレーソースがいっぱい入ってて、あの食べてみたらすごく美味しいよ。いただきます。うん、美味しい。これまあよかった。うん、うまい、うまい。うん、幸せ。みんなにも食べてほしい。食べて、ハンブルおすすめ。本当おいしい。ビーガンでこんなにおいしかったらさ、なんか続けられそうだよね。ローラおすすめのランチを堪能していると。おいしいですか今日の料理は。あれ、ローラ